から足したんだ。ちゃんと水平測ってる。クーラーがつきました。おめでとうございます。おめでとうございます。快適生活がこれでもう間近ですね。間近ですね。鈴木さん。本当ですね。はい、はい。しかしクーラーも電気がなければつきません。電気がなければつきません。電気が昨日に続いて落ちました。ブレーカーですね。各階にあるんですが、あるんですが、よく意味が分かんない。でも各階ごとに落ちたんじゃなくて大元が落ちてます。昨日も落ちました、この時刻。そうだよね、23時だったな、昨日も。あ、昨日もビデオ見る前だった。そうだ、途中で急にペッて落ちたんですよね。うん、昨日も落ちたのは23時。せっかく今日は快適だと思ったのに。まあこれから明日6時間すれば朝になるんで大丈夫です。トライアル期間中。はーい、鈴木さん。元気ですか？元気です。はい。はい、結局停電したんで、停電？ブレーカーが落ちたのかよくわかんない。なんでこの電気を使ってます。 USB に IKEA のライトです。これですね。めっちゃ使えます、このライト。自分は香港でも何でもどこでも持ってますね、これ。これだけですよ、このライト。めっちゃ使えるんですよ。 USB のバッテリーでいけますし、パソコンだったらパソコンできる。見てください、このライトだけでもう十分過ごせます、これ。うん。で、このオンオフがありますね。オンオフ。これです。めっちゃおすすめです、IKEA のこのライト。もうちょっと折りたためたら最高なんですけどね、持ち運びに。USB。あれ、もしかして山用であんのかな、USB のライト。折りたためるやつ。